ジャパンエキスプレスビルは神奈川県横浜市中区海岸2に立つモダニズム建築であるエキスプレスビルとも称する1930年に先客送迎や移民乗船圧旋などを行う会社の本社ビルとして竣工したこの会社は1927年創業で当初はニュー横浜エキスプレスの称号であったが本ビルの完成に合わせジャパンエキスプレスに改めた 2016年には、ジャパンエキスプレスは宇徳及び商船三井ロジスティクスに事業を譲渡した。横浜港大桟橋の付け根、開港広場前交差点に面する。本ビルの設計は、近隣の昭和ビルの設計及び、横浜貿易会館の施行管理に携わった川崎鉄道。建物デザインは直線で構成され、淡いピンク色のタイル張りの外壁。 中央の階段室とその両側にレンガ色の枠で縁取られた左右対称の窓の配置が特徴的である。1階にはカフェが入り、店頭の緑色の大きなビール瓶のモニュメントが人目を引く。1936年にはジャパンエキスプレスビルの近隣に分室を建設。1970年頃からは同社の情報処理部門が入り、コンピューターセンターと呼ばれるようになった。 コンピュータの小型化で特別な部署は必要なくなり、倉庫や組合事務所などとして使われた後2012年からは、レディースシャツを中心とした医療品店に貸し出されている。ありがとうございます。